ありがとう。もしかして恋バナとか？佐川くんと拓真くん、男子の二人がいないからそうなのかなって。恋バナ？それは予報にも呼べない事情があるといいますか。なんて警告？あ、そうか、はるくん今日バイトだもんね。昔ユーナちゃんのピンチを救った王子様だもん。好きになる理由としては十分すぎるでしょ。別にずっと好きだったわけじゃないんだけど。じゃあハルコンが戻ってきてから？うん、聞かせて聞かせて、何があったの？そんなことまで話さなきゃダメなの？するために苦手意識が強くなるってことでしょ？そうだと思う。でもそれっていつも
落ち着いてね。私それがどうしても不安で、だからもしいつまでも私がこの調子だと他の女の子に目移りしちゃうんじゃないかって。そんなことないとは言い切れないけど、でもハルくんだってユウちゃんを好きになったから告白してくれたんでしょ。なら大丈夫だと思うとは言い切れないけど。嘘でもいいから今は言い切ってよ。そんなに都合よくいくとは思えないけど。何かあるの？思い込みを逆に利用する、そんなの考えもしなかったな。お疲れ様。気にしないで。実は私、さっきまでトモリちゃんとしずるちゃんと3人で一緒にいたの。それに絶対会いに行くって言ったのも私のことだもん。だから来ちゃった。ハルキン君、どうかした？考えた？何を？